どうもお疲れ様です。はやばせです。今日は広島駅に来ているのですが、可部線を使って、高瀬大橋 を目指し、高瀬大橋を渡って芸備線で広島駅に帰ってくる、ことをしようかなと、散歩をしようかなと思っております。それでは可部線に向かいましょうか。可部線に乗ることができました。でここから高瀬大橋の最寄りの駅まで可部線を使って行きたいと思います。可部線では、展望ですね、展望動画をご覧ください。
Thank you.
次は大町です。
高瀬大橋の最寄りの駅、梅林駅に到着しました。で、ここから高瀬大橋を目指して歩いていきたいと思います。橋まではすぐと聞いているので、ここから、のんびりと歩いていきたいと思います。今日はちょうどいい天気で、いい天気に恵まれ、どんな風に見えるのか楽しみです。それでは続きをどうぞ。
橋が見えてきました。そして信号を渡って向こう、川の向こう岸がベイビセン川です。そしてこっちの山側が壁線側です。それでは橋を渡ってみましょう。続きをどうぞ。
そろそろ駅が見えてくるはずなんですが、あ、見えました。あそこですね。ちょっとまだまだ遠くに見えますが、あそこの駅に行きたいと思います。線路の近くまでやってまいりました。で、駅のホームが見えました。はい、到着です。これが芸備線の駅。それでは芸備線に乗って行きましょう。芸備線のキハ40に乗ることができました。ここからは芸備線の車窓をお楽しみください。
まもなく広島に到着します。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それでは次の動画をお楽しみください。